日毎日午後2時台番組独自の視点で2曲まとめてニコイチでオンエア。今日はこのコーナーにドクター K クレバが登場です。まずは9ヶ月連続リリースの第3弾からこの曲、クレバアグレッシブ2019バージョン。8.2 から生放送中島ひろとのエイトオーツーレディオマスターズ、時刻はたって、2時37分ね回っておりますけれども、2時のニコイチゲストはこの方です。自己紹介お願いします。クレバです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、イントロのね曲紹介したらもうその後すぐ褒めていただいて、いい声だと、めちゃめちゃいい声だと、本当に知ってました皆さん、この人すごいいい声だって。大ベテラン。そんなドクター K がやってまいりましたけどもですね。
この連続リリースの企画の中で、はい、先日は一回コメントをね番組にもいただきましてね、ありがとうございました本当に、ね、お安いことです。いやいやいや、まあちょっともうだいぶ経ちますけども、その去年の5月のね、はい、僕の50歳のバースデーイベントの時に出ていただいた、うん、その時のねちょっと思い出話なんかもちらっとしていただいて、まあみんなにね時計を配ったくだりもね話しさせていただきましたけどもねそんなに評判悪くねえぞマジで。すげえ評判悪かったですよ俺は使ってるんですけど、いやいや、それはすげえ。それで言ったら結構もうタミオさんも使ってるし、マジですか。なんなら一番使ってんのは、うん、歴史のバンドの風味堂の渡里くんは時計はもちろんのこと、あの時配った T シャツはもうレギュラーで、うん、あマジですか、普段も着てるって。よかったよかったよかったんだあそっか、諸先輩方は結構ブーブー言ってたんだけどいやいやいや、もう言わないでそれをというわけで、クレバくんはソロデビュー15周年イヤーということで、はい、908クレバの日まで、9ヶ月連続リリースを行ってるんですが、はい、その第3弾として3月15日から配信スタートになったのが新たな3曲で、まあ、今お届けしたのがアグレッシブ、はい、そしてスタートとキラキラと、うん、2019バージョン、はい、まあ、今年の1月から続いてるリリースですけども、うん、まあ、このバンドアレンジにしたということで、うん、まあ、僕はね聞き手としてね、はい、まあ、例えばそのアグレッシブはもう前から本人にも伝えてますけども、うん、クレバ君にもすごい、まあ、クレバの曲の中でも、まあ、一番と言っていいほどすごい好きな曲なんだけど、ありがとうございます。で、まあ、このアグレッシブを通常のバージョンね、うん、まあ、いつも聞くでしょ、うん、でもう泣きそうになるわけよ、うん、毎回。ありがとうございます。じゃあこの2019バージョンはどうなのか、うん、泣きそうになる本当にねそうだろうな、そうだろうなと思ったんだけどな面白いんだよね。いや、ね、あれなんですよ、すごい、もちろんね、もともとのそのリリックのクオリティとかあるんだけど、よりやっぱバンドアレンジすることで、うん、クレバこんなことが歌いたいんだってのなんかより言葉も届いてるような、それがバンドアレンジにしたことで、もちろんね普段のトラックもいいんだけどなんかバンドアレンジしたことでなんかよりその歌詞に対するみんなのこう聞き方というか、うん、クレバの思いが直接なんか余計に届いてるような気がして、まあそんな感じもあるんですけども、うん、クレバ的にはこのバンドアレンジね、うん、2019年バージョンどんな思いでこう作ったのかなと思って、15周年になると、まあ、10年目の時もそうでした、うん、はいはい、5年目の時もそうだったんですけど、うん、どうですかこの5年振り返って、うん、この10年振り返って、うん、振り返ることが多くなるんですよ、はいはいはい、うん、で、まあ、15年振り返ってどうですかって言われて、うん、でその時にね、その振り返った曲とかを、うん、まあ、聞いてもらうのも嬉しいんですけど、うんうん、毎回思うのは自分成長してるぞっていう思いがすごい強いんですよ、うんうんうん、だったらその成長してるところをしっかり形に残すのが、うん、今やるべきことなんじゃないかなと思って、うん、このバンドで撮り直すっていうのを続けてます ね、うん、だからそのさっき言ったそのリリックとかもそうだけど、やっぱり今のクレバが歌うことでよりこう届くっていうところももちろんあるんですよ、うんうん、だからそこは成長だし、確かに確かに、多分クオリティがもちろんねもっともっと上がってるっていうところじゃないかなと思いますけども、 いろんなメッセージもねいただいておりまして、こちら西宮市23歳女性ラジオネーム加藤T さん、カトティさん、ヒロさん、クレバさん、こんにちは。クレバさん今年ソロデビュー15周年ということで、もうそんなに経ったのかと驚いていますと、うん、23歳の子が言ってますけどね。そうなんだよ、今俺も同じこと言ってたいや私はね姉の影響でクレバさんの曲を知って小学生の頃からよく聴いていますと。姉ファインプレイ、だからもうずっと見てるんですよ。姉ファインプレイ、姉すごいですね、うん、ライブも MC まで面白くて楽しいですと、これからも姉とたくさんクレバさんの曲を聴いていきたいと思います、応援していますと、イエスいうねメッセージもいただいておりますし、ね、俺はもうクレバ好きの仲いい姉妹を応援しています。すごい両思い、よかったですね。こちら一言、そんなことねえよ。大和高田氏は31歳男性会社員、ラジオネーム DJR&Y さんからいただきました、はい、愛すべきクレバさんこんにちは。じゃあ、クレバさんソロデビュー15周年迎えますね、学生時代からずっとクレバさんの曲のリリックに背中を押されっぱなしでいつも助けていただきありがとうございますと。これからも大阪中心にライブ参戦させていただきますのでよろしくお願いいたしますというメッセージとかねいただいておりますけどもね、まあライブもぜひ見ていただきたいんですが、大阪中心か、まあ、実はね大阪中、いや、まあ、大阪であるかなライブ、あるんじゃない、あるでしょう。あるかな、後で言う、後でまたね言うからさ、もう今からで、そうこれを言うためにも来てもらったっていうところもあるんだからけどねさあさらに2019年は FM 始まりにも30周年のアニバーサリーイヤーということで、うん、本日発表になりました、うん、FM 802.30 パーティースペシャルライブレディオマジックにクレバの出演決定しました、うん、よろしくお願いします。ありました、早速ありました、よかったね、よかった。さあクレバ君は2日目、6月2日日曜日に出演、はい、共演はですね、綾香オフィシャルヒゲダンディズム、ジュジュ清水翔太、スキマスイッチ、ビギンと、
ね、この日はスキマスイッチがホストバンドを務めますけども、ね、さっきあのグローリーお届けしたんですよ、うんね、嬉しい、ありがとうございます、ね、うん、まあまあそのはっきりまだこれからどうするのかっていうのはね、うん、まあ、当日のお楽しみもたくさんあると思いますけども、はい、まあいろいろ期待もしますよね。そうですよね、うん、いますからね、うん、あやかちゃんそうなんですよ、演者さんの並びとかでね、俺が歌ってあやかちゃんがラップする可能性もなきにしてもなきですから、ね、うん、なきにしてもなきないんじゃん、じゃないよそれはない分からんけどな、分かんないけど、ね、なんか言ったから逆にやる可能性もあるかもしれません、ね、あやかちゃんが乗り気になっちゃって、いやいやね、もう本当努力家だから、ね、やるかもしれませんけどもね、いやまあ俺一個気になってんのは、はい、まあそのちょっとまた去年の話蒸し返して申し訳ないけど、はい、まあ、割とあの去年ね、まあそれも僕のそのいわゆる誕生日というお祝いのイベントだったんですか、すごいイベントだった、ね、その時にあのたくさん来ていただいて、まあ、割と皆さんあの普段着的な感じというかね、普段のあの例えば民生さんらしいとか、そうですね、みんなそういう感じで出てらっしゃいましたけども、うん、あなただけあのとんでもない派手な、そうですね、私服のピンクのタキシードでちょっと来ちゃったんですけどびっくりした、俺もう袖で見てびっくりしたもんあのなんかね、自分やっぱりね一人ぐらい、うん、ああいうこう花を添えるじゃないですけど、いやもちろんもちろん、そうそういう人がいた方がいいんじゃないかなっていうの、そう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 、で、うん、まあそういうことがあったわけじゃないですかはい、で今年まあ802のね30周年アニバーサリーイヤーということで、そうだな、まあ、いろんな演者の皆さんの中にまあね、あのクレバ君もいるわけですから、はい、ちょっといろんな意味で楽しみですよね。そうですね、うん、すっごい普通に T シャツで着たりとかね、逆にね、うん、それがもうビギンの4人目のメンバーかっていうどういう格好で割とごついデニム履いてみたいな、そうです、うん、いいですねアロハでみたいな、アロハでみたいなね、はい、まあそこら辺もまあいろいろね、コラボレーションとかもそうだし、うん、何を歌うのかもそうだし、うん、どんな衣装で来るのかもそうだし、ぜひこのイベントね、いや、楽しみですね、マジック楽しみしていただきたいと思います、うん、さて今日はですね、クレバ君と何話しましょうかということで、まあ、ちょっとアンケートとか取らせていただいたんですけども、はい、うん、機材の説明書を読むことにハマっています。そうなんですよ、こう前から割となんかね、そういうところあるみたいな話、昔はね、うん、説明書読まなくても、はいはい、まあその体で覚えていくみたいな、そうそうそう、わかりますわかります、なんかね、はいはい、そんなことないですか、僕もそうでしたね、皆さんはどうなんでしょうかね、なんかちょっとしたこう例えばなんだろうな、機材だったりとか、僕もちょっと制作やってたりしたから、うん、まあ少し機材触ったり、まあ家のまあ家電とかもそうですけども、うん、まあ読まなくてもここでこうかこうかみたいな、うん、改めて読むと、あ、こっちのやり方の方がいいんだなっていうのを気づいたりすることもあるけども、うん、まあ分かんなかったりねして、まあでも使えるからいいやで、改めてここ最近なんかあの分かんないものが増えてきたんで、はい、ちょっと読むじゃないですか、うん、で読んでも分かんないっていう、出ました能力の問題、あ、読んでも分からん、これどういうことだみたいな、まさかのそのパターン、うどうですか、あのね、最近ってあの PDF で、うん、はいはいはい、説明書ついてるでしょ、そうですね、そうすると、はい、まあ、Mac だったらコマンド F で検索かけられるじゃないですか、はいはいはい、なるほどね、それによってその目的の場所にピンポイントでこう、はい、うん、たどり着くことが容易になったので、うんうん、そうするとね、あの2011年にあのクリームっていう本出したんですよ、はいはいはい、そこにも書いたんですけど、うん、説明書って書いてあるね当たり前だけどね、うん、書いてあるのよ、書いてあるの、1からもう100まで書いてあるからね、全部書いてあった、こんなことできないかなと思ったら書いてあるね感動した、感動した、それで言ったらね、すごく衝撃だったことがあって、うん、あのキズパワーパッドって知ってます、ね、知っても、うん、使ったことあります、あれすごいよく治るよね、すっごいですよね、うんうん、あの使ったことない方のために説明すると、うん、傷ってかさぶたになって治るじゃないですか、うんうん、そのかさぶた的な処置を、うん、そのキズパワーパッドを貼ることによって施されるっていうやつで、ね、特にあの靴擦れの時なんか最強なんですよ、うん、あ、なるほどね、靴擦れになってもお風呂1ミリも染みないみたいな、うんうん、あのキズパワーパッド散々お世話になった、うんうん、あれに毎回説明書ついてるなっていうのは気づいてました、うん、ただ読んでなかった、ついてるからね、読んでみたらびっくり、うん、あれ知ってました、キズパワーパッドって、うん、貼る前に1分手で温めて、うん、貼ってからもう1分手で温めることによってより、マジででしょ、知らない、俺それ知った時に、今までのなかなか高いんですよね、キズパワーパッドって、うんうん、まあまあそうですね、絆創膏よりかはね、もう損したと思ってますますこれからしっかり説明しようと思って、これ本当にね、あのこれ聞いても読んでくださいよ、なんか今感動した人も改めて、本当だってなる、うん、すごいね、そうするとなんかより治りが早くなるらしいです、なるほど、ぜひ使っていただきたいなと思いますが、あのさ、はい、たまにね、うん、あのまあ DJ と言ってもです、俺こんな質問クレバにするんだってすっごい贅沢な話だけど、はいはい、DJと言ってもよ、うん、僕はもう本当になんか A をかけて B をかけて A をかけて B をかけてぐらいのまあ DJ なんだけど、たまに呼ばれてヒロさんってくださいよ、はい、じゃあ僕の好きな曲をみたいなことあるんだけど、うん、
CDJ でやるんですよ、はい、で CDJ 準備してください、うん、で最近やっぱなんかちょっと重くないですかとか CD、うん、あとこっちの CDJ ちょっと準備できなくてみんなパソコンでとかあるんですよ、はいはいはい、でもいよいよね、はい、まあちょっとセラートとかいろいろあるじゃないですか、ありますね、で買わなきゃなとか思ってんだけど、うん、できるかな説明書読んだあのねまずね買わなくていいですね、あ本当ヒロトさん CD で行きたいんだったら USB スティックとか家とかに、うんはいはいはい、あれに全部データ入れてそれ2本持ってけば今の CD で挿すとかあるんで、あーそっかそっか、それでいいと思う、それでいい、それでいいと思う、でもなんかみんながさあの着くたびに順番にみんながパソコン開いていくじゃん、なんか逆にね、うん、海外とかのでかいパーティーは、うん、まあもちろんね、うん、たくさん持ってかなきゃいけないからか分かんないけど、うん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 、あの世界でランキング例えばトップ DJ とかいるじゃないですか、うんうん、逆に USB とか使ってる人が高いみたいで、あそう、はい、じゃあそれでいこう、俺ちょっともう俺それでいくわあのほら俺やっぱほら責任感あるからっつってあのなんか PC のトラブルとかそういうのでパーティーで音楽鳴らないとか最悪じゃん、あなるほどねうわ俺それ全部言おう、今聞いた人は聞かなかったことにしてください、うん、キズパワーパッドの話は聞いたことにしてくださいよろしくお願いしますというわけでさあお話まとめますと、9ヶ月連続リリース第3弾スタートアグレッシブキラキラ2019バージョンが3月15日から配信スタートということで、まあこのね第4弾第5弾と続くと思いますけども、はい、ぜひね皆さん楽しみしていただきたいと思います、楽しみに1曲2曲3曲って来てるよね、うん、第3弾ね、うん、第4弾どうなのかなってね、いや分かんないです、次干物かもしれないなんで干物が出てる絶賛干してるかもしれないもう匂いするしマジでそしてライブですが6月2日さっき言いましたが大阪城ホールで FM8230 パーティースペシャルライブレディオマジック、うん、そして東京ですが6月30日日曜日日本武道館ワンマンライブ、イエス楽しみですね、いや武道館ね、まあ15周年っていうもちろんアニバーサリーもありますし、うん、ね、まあいろいろ多分楽しませてくれると思いますんで、うん、ぜひご期待いただきたいなと思います、ぜひとも来てくれたら嬉しいです、はい、もうもちろんね関西の方々もねたくさんいらっしゃると思いますんで、うん、ぜひ皆さん遊びにね行っていただきたいと思います、というわけでまずはねレディオマジックね、はい、まあ、どんな衣装で来るかも含めて楽しみにしていただきたいと思いますというわけで82レディオマスターズ2時のニコイチ、この時間のゲストはクルバでした、どうもありがとうございまし ました。さあそれではですねラストにもう1曲9ヶ月連続リリース第3弾からこの曲をお届けしてお別れしたいと思います、それでくれば曲紹介をお願いします、はい、今日午前の参議院予算委員会で自由党の山本太郎議員は辺野古移設問題について沖縄